はい、どうもプロボーラーの川添翔太です。本日もショラチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、ハイスポーツ社最新作のストームフィジックシリーズ最新作のフィジックスパワーエリート4を紹介したいと思います。ボールはこちらです。はい、フィジックシリーズ最新作のフィジックスパワーエリート4となっております。今回レイアウトはこのようにさせていただきました。はい、ピンアップですね、5インチ半、3インチ半、2インチと少し走り強めのレイアウトでさせていただきました。はい、今回このボールのスペックの紹介なんですけど、コアはですねフィジックスシリーズということでアトミックコアとなっております。 RG が 2.48、 デルタ RG が 0.053 の非対称のコアとなっております。そしてカバーストックなんですけど、今回はネックスハイブリッドリアクティブということで、フィジックスツアーと同じスペックのネックス、まあ、ネックスというとストームでかなり強いカバーのハイブリッドとなっております。表面仕上げはリアクターグロスのポリッシュ仕上げとなっております。まあ、今回ですねスペック的にはフィジックスツアーと同じフィジックスシリーズのネックスハイブリッドなんですけど、表面仕上げはリアクターグロスとなっております。まあ、ストームハイスポーツ社が力を入れて作った最新作のフィジックスとなりますので、どのようなボールなのか早速投球していきたいと思いますので、最後までご覧ください。どうぞ。はい、それでは早速いきたいと思います。今日はですねハイスポーツ社最新作のもう大人気フィジックスシリーズの最新作フィジックスパワーエリート4投球したいと思います。さあ、どのようなボールなのか早速いきます。やばい、転がり、キャッチ、曲がり、ピンアクション、すべて完璧なボールです。いやーすごい、いやもうすごいですよ、もうすごいしか出ない。いや転がり良くて、もう途中でしっかりキャッチして曲がるんですよね。いやめちゃくちゃいい。やっぱフィジックス、まあ、今回ねフィジックスツアーと同じネックスハイブリッドなんですよ。もうあの大ヒットしたフィジックスツアーと同じスペックということでもう間違いないと思ったんですけど、フィジックスツアーと同じようにやっぱバックエンドでもうしっかりと曲がってくれるボールとなっております。いやーこれはすごい、いやすごいです。もうねじれ曲がります。いやーこれねもう全部ストライクになっちゃいますよ。いやもうほんでボールがね、感覚的にはフッキングポイントからもう真横に曲がってるような印象のボールとなっております。いやこれはねすごいです。フィジックスツアーもほんとねネックスハイブリッドかっていうようなキャッチの強さだったんですよ。で今回もやっぱりねネックスのハイブリッドはね抜群にいいですね。いやーすごいです本当に。いやこれはねもう皆さん絶対に買った方がいいです。フィジックスツアーねすぐ完売しちゃったので買えなかった方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、今回もおそらくすぐなくなります。まあ、なのでぜひ早めにね買っていただきたいです。はい、今日のレーンコンディションは42フィートの透明ボールのデイリーのコンディションなんですけど、外はねかなりオイルが少ないコンディションではあるんですけど、まあ、それでもねボールによっては抜けちゃったりするんですけど、まあ、このボールはしっかりとキャッチして曲がってきてくれますね。薄めの、ね、アクションもいいですよ。フィジックスってね AA コアではないんですけどめちゃめちゃピンアクションいいんですよ。フィジックスが出るまでは、まあ、フィジックスが出た時はですねストームの中で一番ねやっぱピンアクションが良かったボールだったんですよ。やっぱねこのフィジックスのこのアトミックコア、ピンに当たった時のピンのね倒れ方がね非常にいいボールとなっております。
いやこのボールはね、これはすごいですよ本当。フィジックスツアーね、好きな方はもうぜひ買っていただくと間違いないと思いますし、買えなかった方もぜひ投げていただきたいですね。いや薄めのねアクションすごいです。ちょっと手前がなくなってきたので少し寄ったんですよ。オイル使ってる分ねちょっといってるんですけど、それでもね角度がすごいので、薄めにいった時のピンの弾き方が非常にいいボールとなっております。はい、今回ですね、カバーストックはネックスのハイブリッドということで、ちょうど1年前に出たフィジックスツアーと同じカバーストックなんですよね。なのでフィジックスツアーとはもう表面仕上げ、1500番グリッドポリッシュなのかリアクターグロースなのかの差となっております。あーやっぱいいですよ。投げた印象としてはフィジックスツアーに僕的には非常に似てる動きのボールとなっております。はい、コアはですねアトミックコアということでフィジックスのコアなんですよね。数値的には最近非常に多いところの数字にはなるんですけど、コアの比重がですね非常に重たいコアなんですよね。なのでその分ピンに当たった時の力強さがある、ボールコアなんですよね。わー、そしてね曲がり出す位置が非常にいいんですよね。奥すぎず手前すぎず、ドライゾーンでしっかりと反応して曲がってきてくれるので、ポケットに当たった時のねやっぱピンアクションだったりピンの倒れ方がね非常にいいんですよね。はい、そして今回はですねフィジックスツアーとの大きな違いは表面仕上げですよね。リアクターグロスとなっておりますので、ただ見た感じはですねそこまで強いポリッシュではない印象ですね。わー、いい、これはねもう間違いなく一軍。ラインナップ的には、中間よりも少し上ですよね。強い、パール、ハイブリッドなんですけど、強いパールの位置として持っていきたくなるような、ボールになるんですけど、動き的にはねそこまでこう激しくないんですよ。めちゃめちゃバックエンド強く曲がってはくれるんですけど、激しくないので幅広い、時間帯で使えるのかなと思います。はい、今度はあまり曲げずですね、外から、投球したいと思います。いやーもうね曲がる方でも曲がらない方でもこのボールは気に入って使っていただけるボールとなっております。いや最近はですねやっぱ AI コアが非常に多いのでピンアクション良くなったなと思うんですけど、フィジックスはすごいですね。はい、今度は逆にですねスピード落としてオイルの多いところから投げたいと思います。いや曲がる、いや何なんですかね、めちゃめちゃねカバーが強く感じるんですよ。なのでこう本当こうあそこねちょっとまだオイルが薄く残っているところではあるんですけど、しっかりとねぐーって曲がりを向きを変えてね曲がってきてくれる動きのボールとなっております。いやこのボールはねもう間違いなく全てのボーラーにおすすめできるボールですね。これはすごい、久々にちょっと興奮してます。ほら曲がってくるんですよ、あれがね曲がってくるんですよ。今のも結構先でね外に出ちゃってるんですけど、もう止まってからねポケットまで吸い込まれるんですよね。そしてピンがちゃんと10本倒れてくれる、もうフィジックスの、前回のねフィジックスツアーもそうなんですけど、今回のこのフィジックスパワーエリート4間違いなく皆様におすすめできるボールとなっております。それではローアングルから投球していきたいと思います。
ということでご覧いただきましてありがとうございました。今日はですねハイスポーツ社最新作のストームフィジックスパワーエリート4を投球させていただいたんですけど、投げた印象としてはですね非常にいいボールとなっております。まあ、毎回ですね、まあ、いいボール言ってはいるんですけど、今回のフィジックスパワーエリート4はですね、まあ、走り、転がり、キャッチ、曲がり、ピンアクション全て抜群なバランスのいいボールとなっております。まあ、前回ですねフィジックスツアー非常に大人気で即完売したフィジックスツアーと同じネックスハイブリッドということで、やはりですねスペック的には非常にこのカバーとコアのマッチングのいいボールとなっております。まあ、今回はですね表面仕上げがリアクターグロスということで、前回はですね1500番グリッドポリッシュだったんですけど、まあ、同じようにですねポリッシュ仕上げではあるんですけど、このねネックスハイブリッド、ネックスというとストームの中でかなり強いカバーストックにはなるんですけど、まあ、このネックスはですね投げた印象としては NRG よりもですね手前の走りがいい印象あるんですけど、ネックスハイブリッドはですね非常にキャッチがよく、このフィジックスと組み合わせることによって奥のねじれ感をですね感じるカバーストックとなっております。そしてこのフィジックスシリーズのアトミックコア、このアトミックコアはですね数値的にはですね最近非常に多い 2.48、0.053 の数値となるんですけど、コアの比重が重たいコアとなっておりますのでピンアクションがですね非常にいいんですよね。まあ、そしてやっぱ転がりがよくって手前からですね無駄に曲がらず奥でしっかりと曲がってくれるボールとなっております。そして表面仕上げのこのリアクターグロスはですねやっぱ手前の走りが非常にスムーズとなっておりますので、まあ、強いボールではあるんですけど手前はスムーズに走っていってくれるボールとなっておりますので、まあ、ラインナップ的にはですねちょうど中間ぐらい、中間よりまあ少し上ぐらいでですね使えるボールにはなるんですけど、まあ、なんといってもバランスが非常にいいですね。まあ、幅広いボーラーに気に入って使っていただけるボールなんじゃないかなと思いますので、ぜひですね最新作のフィジックスパワーエリート4投球していただきたいと思います。はい、ということで本日もショートチャンネルご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひですねチャンネル登録と高評価の方もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。